プテが怪しいプテもいる。いやいやいや、ね、はい、だとしたらプテがやっぱ怪しく見えるけどね、俺目線は。はい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 、うん、セリフです。んー、ネロちゃんから言っていいですか。え、白いね。早いね。早いね。うん。助かる。はい、電波待機以外何もなかった。高田慎太郎メイン脇の勝ちやって富士宮とタオはワンナイト。おお、白いね。いいボタン。宿舎分け金庫エンジンルーム弁当ミーティングを置くボタン。白いね。硬すぎ硬すぎ、なんだ。ああ、すごいすごい、急に。はい、いっぱいあるな。誰か左通ったな今。証拠左。これ証拠左か。うん、もうギリ証拠左。証拠左？証拠左なわけないと。証拠右。証拠右。ああ、右ね。ごめんなさい、ごめんなさい。アーカイブあたりにいたから。アーカイブと証拠の際にあるんですけど、証拠側ですね。はいはいはい、いや、これね、あの偽装なくて、あのおまおじが下から来て、俺がラウンジからアーカイブ入って上回りで行って、おまおじと下から来るのと合流して発見だ。もう一人なんか下から入ってなかった？俺。ネロちゃんかな。ああ、うん、はいはい。それは手が怪しいかな。いやいやいや、僕が停電中かな、あれ停電中に、停電開ける瞬間ぐらい、アーカイブから左から右に行った人誰ですか。おい、ドタさんじゃないの。時間帯はドタさん。おまおじじゃない、それ。おまおじ、停電左、違います。停電中は違いますね。停電中にアーカイブ左から右に入った人がいます。多分トータスだと思う理由があって、俺がプテ橋とタオルタスクやってたじゃん、タオル入れてたじゃん、はい、でその前に俺本タスクやってて、その時トータスがラウン、俺が下に下る前にトータスがラウンジからダウンロードのとこやってたから、アーカイブの入ってきてすぐで、俺下下ってプテ足とすれ違ってるから、うーん、オッケーオッケーオッケー。多分トータスっぽいと思うけど、おまおじって貨物からさ、うん、配線やってたじゃん。で俺はその後ダウンロードっすね。ダウンロードか、ダウンロードやって、はい、ラウンジアーカイブシャワーでまたラウアーカイブ戻ってきたの。戻ってきました。セリフです、うん。あ、でも、そうだね。お前さん下行ってたよね。はい。だとしたら、プテがやっぱ怪しく見えるけどね、俺目線は。はいはいはい、はい。あ、僕はアーカイブからラウンジ行ってます、ね。はい。一言だけ挟めたくて、梅健さんエレキで見てて、中盤ぐらいに。うん。で、多分メイン化石あたりで死んでると思います。あ、メインホールはないかな。石も絶対ないと思うけど、まあ、俺一人しかない。ヌーンってどっちから行ってますよ。あ、石ヌーン左。左にあった。
現実バイタル情報があって7秒前には2人とも死んでました。はいはいはい。ネロちゃんが席、ネロちゃんと俺メインですれ違ってるから席から来てるんだったらとりあえずトータスの方は切れない。ネロちゃんはアーカイブから侵入して、うん、僕がすれ違ったのトータスさんだとしたらアーカイブから侵入して昇降機右で切ってることがないと思うから基本的には僕はベントだと思ってます。そのもうちょっと洗いたいです。できる人をベントだと俺が使える。メインホールのベントだとね。他はまあ一応俺も今、まあ、ミーティング上がったとこだから使えないことはないけどって感じ。まあ僕じゃエレキメインの振られても太鼓出せない。セキュエレキメインです。なんかメイン巻きエレキセキュ、もうちょい左側ですれ違ったような気がしたけど、まあまあで、ボタン、じゃあ、弁当が高田さんと、昇降機左弁当が藤宮もいける？うん、俺はミーティング登ったとこで終わり。これぐらい？2択？うん、僕目線、原さんはバイタルにいたから、弁当は使えないし。で、名さん僕視点で無理。で、お前さんシェリフでしょ？あと、ネロちゃんは？まあ、ネロちゃんは無理だと思うよ、俺視点。あ、ほんと。じゃあ、まあ、僕視点は高田、藤宮、どっちかです。その梅健さんに、あ、トータスさんに関してはね。で、エレキは、まあ、シンプル梅健の方の容疑者はネロ、うん、俺視点はネロちゃん。あ、メイヤさん西郎だね、僕視点。これ。エレキにいたら。梅健さんもしかしたら、ゲンさんよりも先行してバイタル抜けたはあれかもしれない。ああ、まあ一応あるの。うん、でも梅健さん、メイン深い席あのね、俺、テープタスクやっちゃってるから、通過も見れないのね、そもそも左に行ってた場合は。通過してなくてキッチンのドアは閉まってました、うん、僕展望で手で直してます、うん、武器庫で藤宮見ました、うん、あ扉開けた鬼気か、うん、俺目線メイン上がってるかバイタル行ってるから武器庫で藤宮見たのそれか新太郎人外だいぶ初動ね停電停電前停電前に藤宮と武器庫ですれ違って、うん、停電起きて僕が展望で直してみたいな。無権さんの脇は見てる人いる？無権さんはメインかな。で、源梅、源梅死んで、あの除染に入ったタイミングがあって、それで除染終わったタイミングで梅権さん左に流れて、その後梅権さんエレキに降りられてます。うんうんうん、私が上げ上げ行くタイミングで梅権さんは7番の位置に降られたんで、はい、まあおそらくメインかあの、これ行ったっていう新田さんの情報があってると思う。高田さん両キロ行けるってことだよね。行ける。うんうん、メインだったら俺。ってより高田さんの方が。まあ、あ、そうなんだならって思ったけど。え、それだ、まあまあ。まあ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 。あの、プテができるのは、アーカイブの死体だけだよ、多分。メロちゃんができるのは、ちなみに、エレキの方だっけ。まあ、梅健さんが席にいたらってことですよね。まあ、シェレフの進行に任せるから、僕は。原産隠しろね、僕もせん。原産隠しろ。ありがとうございます。はい。迷うな、これどうしよう。シェリフ誰だっけ？あ、もしかしたら。あ、じゃあ、じゃあ、お兄貴もほぼ隠しろか。全然シェリフが決めてない。ネロちゃんから言っていいですか？え？ネロちゃん？それ、慎太郎人外を切ってるってこと？切ってるわけじゃないけど。ネロちゃんか。OK。そっか、消しちゃったわ。ネロちゃんの時も高田さん白っぽい感じになっちゃうけど。高田の方がいいんだけど。いいと思っちゃったけど。あ、いや、まあまあ、シェリフが言ってる。チョコ行きます。ネロちゃん行くんだ。やばい。ナイス。はい。ナイス。ナイス。ナイス。そうだ。おお、落ちてそうなんかじゃ。え、落ちてんのかな。落ちてると思いたい。高田さんと俺がシャワーまで一緒やったんですよ。俺がシャワー回収してて、だからメイン行ってるっていう。一緒だったっけ？一緒か。一緒でしたね。まあまあ一緒だったんだ。ほぼ一緒のタイミングぐらいで、まあ僕は奥に入ったんですけど。でそこでタオル回収して入れてそこからアーカイブの死体発見なので、高田さんがすれ違ったって言ってたネロちゃんの情報って多分正しいと思うから、
まあ、一応僕は原産に隠しろったけど、原産から僕は普通に容疑者かなとは思ってます。なので、まあもう1-3入れた方がいいと思うよ。プテじゃないか。これね、プテよりは高田さんかなと思う。あ、でもね、エレキの方が。なんか議論的に高田さんがネロちゃんを、ね、いやそうそう。の功労ネロちゃんになってそう。ネロタケ、ネロ、ああまあネロタカの対抗でっていうのと高田さんだけど。だったらまあ全然。まあそうね。高田さんか慎太郎じゃね。うん、俺は慎太郎くんかな。って思って、今日は慎太郎くんに入れたいんだ。ネロちゃんに入れたんだ。だって容疑者なのは高田さんの方だと思うよ、ネロちゃん。いやまあそうなんだけど、その情報を元に俺が昨日ネロちゃん陣営かなと思って入れ てるから。まあちょっとさ、プテとかおまおじに感覚どう思うか聞きたいんだけど、うん、すれ違ってるじゃん俺ってシャワーでね。いましたね。プテとかとも。はい。そのトータスをさ、俺がメインホール側からちょっと時間感覚わかんないからさ。メインホール側からベントで通って下から階段上がって初呼吸右のどの辺で死んでたんだっけ。もう本当にあのアーカイブとの境目ぐらいで死んでますね。じゃあそこまで切る時間あるかあったっけ。まあわかんないや。いや時間自体はあるとは思うんですけど、ええてか高田さん自体で僕黒っぽい感じなのになんで僕にその自分のまあ白雰囲気を聞いてるんですか。どこができるかというか要は誰を釣るか問題で、うん、これはまあプテよりはタカシンどっちかの方がシェリフさん、うんネロちゃんから消したからもうわけわかんない俺知ったのもん。まあまあそれはそう。君かなと。それはそうなんだね。まあシェリフさんがそう言うんだったら。そうね。そうそう。まあまあまあ。一つだけ希望があってもう釣る進行にしてほしいからここから。そうです、ね。まあそれは厳しいからね。あ重い。だってこれ玄武隠し城で目安くも多分ほぼ隠し城なんだよね。あじゃあ発、うんまあ、発泡しあ発泡入れた方がいい。入れた方がいいね。おまおさん。じゃあ僕基本高プテだと思ってるけどね。じゃあ高田さんに発砲しましょう。はい、オッケー。え、このターン？このターン？このターン、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 今から。はい。現場行かない方がいいか、僕は。やばい。おーおおおはい。どうでした？自爆です。自爆。え？え？自爆ではなかった。ぶち殺してました。え？うん、ぶち殺してました。あ、そうなんだ。え？高田さんがぶち殺してました。おにぎマジで。え？俺自身は自爆に見えたけど。え？おにぎ停電直してんだよね。うん。スインってもうあのおまおじさんの名前があったところに宝剣士って書いてある。え、ゲンさんはゲンさん私もお二人が見てるから譲りました。ああ。あらなるとやばいと思ったんで。手竹にジンがサボ中だっけ。いやでも、おにきが手で直してるんだったら、あの、おにきが手で直してるんだったら、プテがインポスターになるから、ごめんね、プテしか切れないから、おにぎがマットはないから、基本高田さんになるんじゃない、ね、プテだけが、うん、言ってるんだったらね。停電中だから別に高田さんで終わんなかったとしてもう一いけますよ。ああ。そうね。うん。あらなんかあらとしか言えないよ、これ。リアクションできる。いや、一緒に行ってたから、あ普通に狂ってついてきてくれてんだなって思ったら。あら、まあ。びっくりしたわ。全然言われると思ってなかった、そうやって自爆しましたって言うと思ったやってましたどうなん、やっぱ藤宮がマットなのか、いやマジでネロちゃん釣りがね意味不明すぎて打ち切れてました。おまおじにさ聞きたいんだけどさ、うん、その高田さんの情報をもとにネロちゃんを釣ったって言ったじゃん。うん、でもそれってさ、ネロちゃんがさ、あの人外前提の話でさ、ネロちゃんがクルーだったら、ね、高田さん釣り、んそれ慎太郎の情報元にもさ、ね、そうだ、2人の情報元にですね、うん、だから、うん、高田さんがすれ違って、うん、俺高田さんとシャワーの下りぐらいまで一緒やったら間違いないんですよ。だからその後メイン行ってるって言って、そのメインですれ違ってるっていう情報出たじゃないですか、ネロちゃんが、うん、じゃあ、ね、ネロちゃん、そうそう、だから高田さんの情報を結構信用してネロちゃんが対抗、そのなるんやったらネロちゃんから今日釣っ
って、で、慎太郎くんの情報回してね、ネロちゃんから釣って、慎太郎くんまで落とせばいいんじゃないかっていう。まあ、梅健さんエンジンで死んでんだけどね。高野さんでシャワーからでも引き返してきましたよね。俺はね、おまおじと下まで下って、そう、シャワー弁当下入ってアーカイブから。ああ、なるほど、そういうこと。ああ、そういうことか。そのルート。奥まで一緒に行ってたの？いや、行ってない。あ、行ってないですよね、やっぱり。行ってない。なんか負けた後みたいな反省会。いや全然分かんなかったね、マジで。